ありがとうございます。あ、これから少し15分間休憩いたします。
いきたいと思います。はい、よろしくお願いします。私この神田明神音頭を振り付けさせていただきました東京大学の盆踊り先生しております、ウコンです。よろしくお願いします。さあ、昨日の初日に続きまして神田明神音頭させていただくんですけども、もう神田明神音頭踊ったことあるという方はいらっしゃいますか。じゃあまだまだちょっと踊った方が足りないので少しだけ振り付け説明して入っていきたいと思います。じゃあ皆さん一緒に振り付け一緒にやっていきましょう。奥の方もよろしくお願いします。じゃあ皆さん千代田区の三尾連盟の方よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。では最初手拍子拍子から始まります。膝を打ってください。膝を打ち上、はい、左で打つ下打つ、はい、右で打つ下で打つ、左が2回、そして顔を決める、これポイントです。決める顔、はい、その後円を回ってください。手はゆらゆら振りながら4つ歩いた後おみこしを担ぎます。そしてゆら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 、はい、右にかざして両手をかざして左右と小刻みにステップを踏みます。次は左、はい、小刻みに右左、はい、右に2、はい、左右、そして大黒様のポーズ、大黒様のポーズ分かんなかったら後ろに大黒様いらっしゃるんで見てください。はい、皆さんが思う大黒様のポーズをした後、その後大切です、わーっしょいわーっしょいと言います。ここは踊りだけじゃなくて声も一緒にやっていきたいと思いますので一回わっしょいの練習します。いきますよ、大黒様のポーズ、せーの、わっしょいわっしょい。あ、後ろの方やってないですよ、後ろの方、後ろの方も声だけでもいきましょう。大黒様のポーズ、はい、わっしょいわっしょい、 OK です。それでは神田明神音頭みんなで踊っていきましょう。ミュージックスタート。
右近先生ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。ではこれからは千代田区民音連盟山田副会長の進行によりまして進めさせていただきます。よろしくお願いいたします。神田明神音頭盛り上がりましたね。ではこの次に、しっとりと浴衣音頭よろしくお願いします。皆さんこんにちは。
次に舞と殿様、よろしくお願いします。
Thank you.